こんばんは、かなたです。こんばんは、田中です。皆さん、お久しぶりです。いや、ご無沙汰しております。今日ね、実は、はい、まあ、ゆうだいさん先日お誕生日だったというところで、はい、前の動画で、はい、ゆうだいさんに誕生日プレゼントを買うという動画も上がってるんですけど、はい、まあ、ベチちゃん3人ね、はい、お祝いをさせていただいたんですけど、はい、ベチちゃんもね、うん、今あのカメラの向こう側にいるんですけど、はい、いろいろ話が盛り上がっちゃって、いろいろ気になることで、はい、3人でお話しできればなと、うん、はい、思ってます。はい、お願いします。言うなればベティちゃんから僕らに質問コーナー的な感じは、うん、もう何も包み隠さず、あ、もう好きにやって、好きにもお答えください、ね、あ、 OK、 そうです。もう多分僕の一番多分長い付き合いだと思う。そうですよね、赤裸々に、赤裸々によろしくお願いします。お願いします。私はですね、1月22日誕生日で38歳になりました。どう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これね、あのハンドクリームのセットをちょっと、まあ、こんな感じでいただきました。こんな感じ でこれすごいのが、雄大ってね、ちょっと見えてるかな、雄大ってちょっと書いてあるんですよ。もうちょっとこれベジータ、ベジータ、ベジータ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 はやばいっすよ。ベジータはやばいっすよ。ベジータはやばい、やばい、間違えた。ベティちゃんだよね。ベティちゃんのチョイスでこれは対決、やばい。確かに全然違う。で、カナシャスからね、このポールスミスのね、はい、かわいいですね、ロンティーをいただきました。本当お二人ともありがとうございました。はいはい、この年になるとね、あんまりね、もう祝われるってことはないんですよね。やっぱ恥ずかしかったんですよ、めっちゃ嬉しかった。ずっと笑ってるんですか。ベジータつらい。いや、違う、あの、違う、俺いつも違う呼び方してるじゃないですか、ベティちゃんって言わなきゃって、ベティ、ベティって先からずっとやったらベティできたんだけど、その先がもう自然になんかベジータって出た。いつもはお嬢とか、あとはまあ下の名前とか呼んでるんですけど、はい、ベジータの印象は皆さんゼロですよ、大丈夫。ベジータみたいな汚い言葉を使う人ではない。真逆ですね。ちょっとごめんなさいね、取り乱しちゃいましたね。そうですね、そうですね、はい、ありがとうございます。あ、なんで俺ベジータってマジ多分今みんなもここで笑ってるから、誰一人誕生日のプレゼントの内容覚えてない。ベジータって。あ、そうですね。そうですね、ケーキ、ね。すごいいいケーキを2人に用意してもらっても。はい、こんな感じでね。うん、もう本当に素敵な誕生日、今日は本当に楽しい一日でございました。ありがとうございました。二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと。でね。めちゃくちゃ変わりましたね。変わりましたか。めちゃくちゃ変わった。コミュニケーション能力が抜群に上がってる。なんかいい要素しかないな。あ、嬉しいですね。いい方向に変わってたって。めっちゃいい。だってもう誰やねんって話したもん。半年前とも全然違う。だって俺があの連れてきた知り合いと、前までだったら初めましてだったらちょっとなんか人見知りみたいな言ってるんだけど、うん、自分から食い入るように話してるから、ベジータと一緒に過ごすようになって、うん、すごい外に行くようになったんですよ。はい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 。いろんな友達に会ったりとかなった時に、うん、人と喋る機会が増えて、うん、話せるようになったのがあるかもしれないです。あ、いいじゃないですか。あともう一個あるんですよ。僕あの難しい話結構好きなんです。経済の話とか、はい、まあ、会社の話とか、はい、好きじゃないですか。はい、昔さ、そういう話してもさ、キャトーンだったじゃん。そうですね。今なんならあの政治の話俺より詳しい。まあ確かにゆうやさんとそういう話して学んだ部分もあります。あとやっぱよく笑う、マジで笑う、笑顔が全然違う。あのね、笑ってることもあるんだけど、心の奥底からの笑いっていうよりはシチュエーションが面白いとか、今笑うのは心の底から響いた笑いが何回も出てるから。恥ずいっすよ。いや、でも本当そうなの。ベティちゃんの効果すごいなっていうのは俺はもう思っちゃってるよ。俺、カナシャス、これ初恋だと思ってるんですよ。はい。ザクバリにどれぐらい好きなの。いや、もう何よりも好きですよ。何よりも好き、はい、いや、そりゃそうでしょ。カレーかわいいな。カレーライスより。確かに本当に初恋っていう表現は結構しっくりきます。いや、そうだと思います。
今までお付き合いした方はいるんですけど、その、まあ、方々に申し訳ないんですけど、うん、この人以上の人がいるなって絶対思って付き合ってたんですね、うん、どの方もちょっと本当に失礼になっちゃうんですけど、うん、まあ、どちらかというと、まあ、この人以外はもしかしたら僕の相手してくれないかもみたいな、うん、なんかそういう感じだったんですけど、なんか今はもうなんか自分が好きすぎて怖いみたいな、うん、俺が言ってたじゃん、沼にはまるような声、まさに今でしょ、今でも覚えてますよ、太宰治の人間失格の映画を確か見て、その後にお前には溺れるような声、うん、そうそうだ、溺れるような声まあまあまあ確かに、いや確かに大体は男はあれだけどベジータはまあ過去殺戮兵器だったからねでも唯一無二ですよね、まあ、唯一無二、唯一無二という存在、まあそうか、そういった意味ではベジータかもしれない。車で迎えに行く木本かなたが木本かなたがなんでそういう風にやるの、それが一番過ごしやすそうだっていうか、な、思いやりってことですか、だって僕が作んなきゃ毎朝コンビニ行って買うんで、うん、だったら作った方が変わったな、変わったわ、今振り返ってみると、うん、なんか父の姿と結構自分が重なってきた、重なってきたお父さんもお母さんのためにコーヒー入れてるし、迎えにも行くし、うん、送りにも行く、うんうん、お父さんのその姿にちょっと憧れがあって、好きな人を迎えに行きたいみたいな、はい、迎えに来てって言われたいんですけど、ゆうやさんどうすか、迎えに来てって言われたらもういるよって言って、逆に、あ、じゃあゆうやさんも行きたいタイプですか、あ、俺全然行く、全然行く、全然行きますね、え、もういるよって言うんですか、もういるよ、待ってるよ、気が使えないとね、まあ会いたいが先行してんだけど、でも同じじゃない、まあどこにいるとかっていう状況も分かった中で、ある程度その近くで待機するっていう、まあ時間があるんですけど、でまあ、待つのもデートのうちだと思って、でも、ゆでさんの方がサプライズ味があるよね、うん、うん、はいはいはい、バラの花ね、重いっすかね、いやいや、重くないかっこいいなって思うよ、俺は、あ、ほんとっすか、俺かっこいいなって思う、俺、そういうの嫌いじゃないから、あ、よかった、本人的に大変だったことが終わった時には、うん、ちょっと行きたいなとか、はいはい、だからこれから頑張ってねっていう意味で何か始まる前に買ったりとかしようかなと思ってますね、やば、うん、バレたと、うん、すごっ、ちょっと鳥肌立ってるわ、以心転心だわ、してますね、うん、すごいなお前、嬉しいね、思い出にしたい、そこだけは誰にも、というか、まあその、なんだろう、チャレーチャラや相談してないことだから、うんうん、もちろん動画で届けてる部分も本当のことだけど、うん、まあ僕らで大事にしたい時間は大事にしたいよね、うん、みたいな、うん、動画を始める前にそういう話し合いがあったんで、うん、2人の時間はもちろん大事にしつつ、うんうん、皆さんにも僕らの日常を届けられたらいいなみたいなところで、あの日告白するっていうあれだったんで、うん、記念にって思って、うん、めっちゃ調べたんですよ、はい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 、告白する時にプレゼントってするものなのかなって思って、うんうんうん、めっちゃ検索したんですけど全然出てこなくて、うん、告白の時はなんかお花とかがいいでしょうみたいな、初恋をエゴさしちゃうのがもう、初恋じゃない、なんだ、告白をエゴさしちゃうのがもう初恋感がすごい出てるよね告白するときなんか何もあげないんじゃないかな、自分があげたいもんあげようかなみたいな、うん、一番の誠意を伝えた、そうっす、ナイスカッポナイスカッポ
まあ、ユダさんご結婚されて、はいはい、長いじゃないですか、はいはいはい、で奥さんとお付き合いも長いじゃないですか、はいはい、パートナーと一緒にこう生活してゆくれて、うん、これはアドバイスしておきたいぞということがあれば一つしかなくて、はい、やっぱ思いやりそれにつきますよ、はい、やっぱ相手の気持ち考えていろいろ行動とか発言しないとやっぱどんどんギクシャクしちゃうし、はいはいはい、これもね思いやりが欠落してた時期があるんですよ。やっぱ喧嘩多くなる。なんで分かってくれないの、なんで俺のことも分かってくれないのって、もうこのぶつかりになっちゃうから、そうじゃなくて相手がどう思ってるかどうしよう、うん、であとはまあ愛されるを求めるよりお互い愛しに行くっていうのが大事かなって思います。あーなるほどね。 それが全てで、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。これで聞くのはすごく恥ずかしいんですけど、どうぞ。僕嫉妬深いみたいなんですよ。はいはいはい、はい、どうしたらいいですか。それ嫉妬するっていうのは本気で好きだからじゃないですか、もちろん。はいはいはい。でもなんか面倒くさい嫉妬の仕方をしちゃうと相手が疲れちゃうから、見返ってきたよとかっていうのがあるんだったら、あそっかって、もうそれを柔らかく、でも俺は嫌だな正直ね、でも一応付き合えるからしょうがないよっていうのは伝えとくと、あなた君嫌だって思ってるんだ、連絡とかもまめに返してくれるとかっていうのが発生するじゃないですか。え、何それ、何何この空気感何これ何これ何、今のちょっと違和感あったよ、何、ちょっとそれはベティちゃんの方。でも前後はあるでしょ、それでよくない。ああ、いいじゃん、十分だよ。まあじゃあ彼女が職場の人とご飯行ったって言って、はい、そこでポチポチやられてたらさ、迷惑になっちゃうじゃん。まあまあまあ、でこれ思いやりなんですよ、あと相手を信じ、まあまあまあ、そうですね。でまあその食事間の前後、トイレの時に連絡くれるって、それ十分だと思います。もう二重丸ですよ。でも心配になっちゃうんだね。そうですねかわいいな信用してるんです、うん、僕が嫉妬深いだけなんです。全てを知りたいって思っちゃうんですよ。その場ですらもう好きすぎて見ときたいなぐらいの感じ。そうなんです。お前それはすごいな。でもそれはね、初恋だからかもしれない。これはだんだん落ち着いてくるもんですかね、うん、あの落ち着いてくると思いたいただそれでもずっと嫉妬はしてた方がいい。バロメーターでもあるじゃないですか、嫉妬。あー、でもそうですよね、うん、自分に興味関心ないのかなって、うん、思っちゃうじゃないですか。あー、なるほど、わかりました。うん、わかりました。恋愛教室みたいだったよね。まあでも思いやりですよね。だが全てだと思うよね。あ、言わないかも。だから君も地頭いい方だから、組む能力はやっぱり高いんじゃないですか。空気読む能力とか。リスペクトラブ、ね、なんだこの会話まあこれお互い2人に聞きたい、はい、今までデートして、まあ、一番相手にキュンとしたシチュエーション聞きたいな俺。一番、うん、一番って難しいっすね。まあじゃあ一番じゃなくてもいいよ、まあ、印象残ってる、うん、これあのベティちゃんからのお答えすげえ楽しみです。じゃあかなた君から。僕にしか見せない姿を見た時がもう本当にキュンとします。普段の外の彼女の振る舞い、立ち回りじゃなくて、家で君にしか見せない姿を見た瞬間に、あ、かわいいな。そうですね。わかる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 。平ボタン。平ボタン、わかるわかる。わかるボタン。なんか信頼の証だろうし、なんか愛されてるなって。うん。共犯者になってる。どういうこと？共犯者？本当に信用した人には本当にその人の立場で一緒にやってくれるっていうのは俺も同じ経験はあるかなっていうのは。ねね、そうだよね。あ、ありがとうございます。雄大さん的に、はいはい、ベティちゃんの印象って、はい、どうですか。義理人情いや、めっちゃいいやつ。極道義理人情お嬢って呼んでて、いや、もうお嬢の義理人情って言ったらすごいなんかいや、極妻みたいなそう、なっちゃうけど
違う違う違う、マジで多分本当に仲良くなった人のこと絶対守るじゃん、うん、もうそれ初対面で会った瞬間に、まあ、そういうのをなんか感じて、あこいつめっちゃいいやつやんみたいな、で優しいじゃん、相手の気持ち分かるし、俺でも何が一番好きって言われたら義理人情あるところそれ分かるでしょ、分かります、めっちゃ分かるんですけど、多分みんなの中のイメージ像が今すごいベジータに寄ってってるみんなのイメージの人が本当語彙力ってなんだけど、ただただいいやつ、そうですね、義理人情って言葉は良くないか、義理人情って言葉、いやいやいや、ちゃんともう次に出てきたワードが筋が通ってるやつだったから、だから最初会った時にはもうこの子もめっちゃいいって言いまくってた、はい、めっちゃいい子も良かったな、はい、そうですね、もう絶賛でしたね、いや大絶賛ですね、まあ、人としてあの完璧だと思ってるんで、はい、完璧って人はいないかもしれない、もし弱いところもあるから、はい、でもどんな人でもに対しても思いやりを持って話してるなっていう、俺はそういう印象だから、人として好きですね、そうですね、うん、人として好きですよ、うん、まあ、だから俺はね、本当、まあ、2人の幸せをね願って、俺は、はい、これからもね思いやりを持って接してもらいたいなって、はい、まああんまり心配はしないですね、逆にベティちゃんからユデさんの印象はどうでしたか、そうね、ダチとしてはね、いやいや、俺はヤンキー気質ないよ、俺はよかった、うん、よかった、そう言われました、あちょっと嬉しいですね、バンサスのことは確かにね、本当弟みたいに思ってる、あそう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 、大丈夫かなっていう、そうです、ね、不思議でした、でもユダイさんはなんかなんでそんなに気にかけてくれるんだろうみたいな、まあ、バンサスに対して、はい、なんだろうね、なんだろうね、そこわかんないや、不思議だよね、それ俺言葉で言い表せない、それがいいのかもしれない、フラットに話せる弟みたいな、それが俺居心地いいのかもしれない、俺がね、こちらこそです、この誕生日まで祝ってもらっちゃってもすごい嬉しかったです、毎年パーティーしましょう、はいはい、また2人の誕生日の時に僕もねお返しします、覚えとけよ俺がすごいのやってるからなありがとうございました、はい、今日はいろいろぶっちゃけトークをしましたので、はいはい、また出ていただけたらぜひぜひいつでもお待ちしてますので、はいはい、では皆さんまた次の動画でお会いしましょう、またねー。